広島が音楽の街になる。7月10日、人の心に平和の砦を築くコンサート。オーケストラと合唱団のメンバーは一般公募により決定しました。本番2週間前、この日は合唱のリハーサルが行われました。まずはウォーミングアップ、発声練習です。難しい歌詞を正確に発音する練習も行います。入念なウォーミングアップの後、いよいよ合唱練習。パートごとに厳しい指導が入ります。一つのパートがトゥーって一拍ずつずれて音が変わることがあるんですよ。キリちゃん、お話し広島市松井市長も練習に参加し、全員でハーモニーを確認しました。本番は2週間後。一般公募によるオーケストラの音色と合唱団の歌声を広島から世界へ届けます。人の心に平和の砦を築くコンサート。お問い合わせは音楽は平和を運ぶまで。